矢野チャンネルご視聴ありがとうございます。本日はお宝発見、というコーナーを作りました。こちらですね、ガールズコレクションの仮面ライダーシリーズからバルバ、こちらがね秋葉のお店で見つけましたので今日はこちらの特集でいきます。こういう宝物もね結構見つけるといいもんですよね。バルバ、なこの後ろのね、カーテンみたいな感じのものが軽いなんかクリアっぽいんですよね。それが結構いい形に見えるので、選んだ理由ですね。もう一つこのバルバを選んだ理由はこれ見てください。ソードと同じなんですね大きさがね。しかもね、まあ、ダクバがあったから、これちょうどいいんじゃないかなと思って買ってきました。ちょっとバルバの顔の方が大きいんですけどね。ちょうどバルバって台座をしないとこれ立てる状態じゃないので、でもそれでこうやって、ね、ダクバと一緒に並んでて大きさ的には全く普通のそんなにね具合の悪い感じがなく、まあ、ちょっとバルバの顔が女性なんですけどちょっと大きめになってますが、でもそれが逆にね遠くから見ると同じぐらいの大きさに見えていいんじゃないかと思っています。皆さんどうでしょう見ていただいて、これは俺ちょっと買う前にその騒動のやつもなんか売ってたからこの人比べてみて選んで買いました。本編でこういった絵写はないんですけどあえてせっかくこういう貴重なね、大きさの合うキャラなんでクーガをがバルバを見つけてダグバが守ってるようなシーンをあえて勝手に作ってみました。まあこうでもしないとね組み合わせができないんだよね。ちょっと対戦してみたらこんな感じになるのかなっていう私のただの空想で作ってみました。ほんとね、ちなみに見つけたのはウォークスっていうお店ですね。でそこで、バルバ見つかりました。なかなかこういうねお宝合わせて騒動のね、この大きさに合うのは最も私の中では価値があるなと思ってます。またまたいろんなねブックオフとかいろんなところでもまた探していきたいと思ってます。いかがでしたか、今日はバルバ、仮面ライダーのガールズコレクション、その中からバルバが、一応見つけることができたので探して買ってまいりました。なかなか買い損ねた過去のねこういうフィギュア関係でも相当に合うものだったらいろんな風に組み合わせしてこれからまたしていきたいと思います。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いします。期待は一応タトゥーがこれ入ってます。